チーム名仏と人間。メンバー紹介します。半田、大塚、井上、半田、森田、半田、半田、ゴー。この時を待っていた。実にこのショーケースに3年の月日を費やした。その間、メキシコへの留学、広島へのホームステイ、京都への修学旅行、愛媛への左遷、そして鳥取への都。私たちは仏と人間という対照的な存在をテーマに、失なる葛藤と調和をダンスで表現します。果たして僕たちは悟れるのか。とのことです。さあ、一体どんなショーケースになるでしょうか。それではよろしくお願いします。Turn the music up a little bit.